やべ、やめて、危ねえ。向こうにとりあえず飛ばしといて。おこら、おこら。ファイナルファンタジー7リバース続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあコスタデルソル、ああこの場所にやってきたわけでございますが、次はビーチに向かえってなお話になっております。ただビーチに行くにはどうやら水着を手に入れないといけない。そのクラウドさんの水着を手に入れるためにまずはマップで、ここがリゾートウェア交換場、消えたユフィ、これは一旦無視でいいよね。パイレーツランページとビーチのクロマント、カードカーニバル、この辺りに行けってのお話だったっけ。ちょっと行くぞ、こっちかい。カードカーニバルはここよ。うるせえな。お前はジョニーっぽいけどちゃうのかよ。乗っていきましょう。走行距離もある程度稼いだ方がいいって噂やからね。ここでいいかい。あ、お前、あら、あら、奇遇ね。奇遇ですね。もしかしてあなたもパートナー探し中。いやそうなんですけどパートナー成立。マジ？このイベント特別ルールのチーム戦なの。何それ。ペアで同時に勝ち抜かなきゃならなくて、私一人じゃ参加できないってわけ。またやんの。言うまでもなく、私が負けるわけはないから、はあ、あなたがパートナーならこの勝負勝ったも同然ね。さっさと終わらしちゃいましょう。ああチャンピオンやから俺。次の挑戦者は誰かしら。んー、カードカーニバル。カードカーニバルではコスタでアモール期間限定のペアマッチ、なんかちょっとちゃうんかな。特別なルールが適用されます。自分の所持するカードデッキではなくお店が用意したカードデッキを使い。なるほどね。ああそれの方が公平なバトルができるってもんよね。じゃあこれ、期間限定コスタデアモール1回戦。ペアのレジはすでにクリアしています。クラウドがこのチャレンジを突破すれば勝ち抜けます。やってかなあかんやな。ついちょっと前にやったとこなんですけど、へえでも面白いね。あーなんかルールというか置ける場所もちょっとなんかちゃうやん。へえおもろ。どこに置くってのお話よね。こういこう。あそうごめんね。で、あれパス、あ、あ相手がこうなってて、あれ盤面のカード、あパスしかできんのかい。あちょっと待って、めちゃめちゃ特別ルールやん。私の時間を無駄にしないでほしいわ。あすいません、全然ちょっとルールがよく分かってませんでした。なるほどね、そういう風にちゃんとどう置いていくことで次が置けてとかっていうのをちゃんと考えていかなあかんってことだよね。任意用だから作らなあかんねや。なるほど。ああ任意作って、任意作ってこうすることでいいよね。これでもっと完璧な勝ち方せなあかんかった。なるほどね。ニューカードありがとう。フォーミュラ、あー後ろ取っていけるタイプ。3枚のカードと盤面の1枚で挑戦するカードチャレンジ、ちゃんとルールを見とかなあかんかったね。相手がこの状態で勝ちきれってことよな。強化を受けている他の味方カードの数に応じてパワーが1アップ。広範囲に陣地を広げる。連勝利時スコアボーナスが3点。
そんなことも考えなあかんの？陣地広げる。それで、まだ分からない。とりあえず。で、あとは1と1やろ。強化を受けている他の味方のカードを連勝理事に。これでいいのかな？いいじゃない。で、なんかちょっと間違ったか。14。もうこの2つは負けるもんな。強化を受けている5。こっちまんま全部いって。これでも、あ、負けるか。2個勝つのはでも、あ、でも3枚プラス。あ、そういうことやな。当てる当てる。よかった。後でもらえるのね。はい。そんな特別なカードも出始めてきたんだね。決めちゃってよ。決めちゃいたいけど。配置時手札にモーグリーズ2号と3号を追加。何も持たない、何も持たない。ってことは、こいつからじゃないの？で、2枚手札増えて。かつ、こいつで、後ろを広げる。で、いいよね。その調子。で、4。4が生まれて、これで、あれ違うの？今の違うのか。パン。あ、でも負けるな。ほんまやね。違ったね。ほんまやね。ああ。ごめんごめん。途中までは多分良かったと思うけど。どうなるかちゃんとほんま。考えて考えておかんと。勝てるわよね。まあでもいい練習にはなるんやろな、これな。最初のあれは合ってたはず。はい、ごめんね。まずはこうでしょ。いいじゃない。こっからや、こっから。こうすると違うじゃないって言われたよね、さっき。これで合ってんじゃないの？こっからよな。こっからどうするかでしょう、多分。こうか。こうしてから、これで取りにかかんのか。あ、違う。なんで？何が違う？ああ、やり直し。ごめんごめん。ん？最後のあれが違うんやな。モーグリの効果がよく。分かってねえわ。ああ、頼むぜ。ここはこうでしょ。でどう考えてもこれここやと思いつつ違うのか。こうのこいつを取りに行くのか。4ダウンやろ。こっちは放置されてる間、特殊効果マスの味方のパワーをアップか。ってことは、味方のパワーをアップをあそこにやろうと思ったら、こっち潰しの、ここ大きいのやな。で、上はもう負けるけど、真ん中と下を、へえ、やるじゃない。俺が取れば勝ちやろ。思ったよりも失敗しましたけどね。そういうこと。ああ、まあでもいい練習になりますわ。二人とも素晴らしいバウトだったわ。ありがとう。また遊びに来てちょうだいね。うん、ありがとう。
なかなか面白い経験になったわ。せやね。まだやるなら付き合ってもいい。特別ルールよかった。もしかして誘ってる？うん、違います。ホワイニック様、勝つって分かってる試合を続ける気はないの。また新しいバウト場を探さなきゃ。そういうことね。私の予想を超えてくるバウターはなかなかいない。バウター、あなたはその一人。どこかでまた会えるのを楽しみにしてるわ。おー、じゃあね。おーい、あら、振られちゃったの？そんなことない。一人で対戦できるコースもあるから気晴らしに遊んでって。はい、まあまあ、でも面白かったね。カーニバルへようこそ。で、こっからまたいろいろあるっちゃあるんやね。これはまあでも今じゃなくてもいいよね、さすがに。いつでも待ってるわ。えい、面白かったよ。これで次は、こっちからはいけない。ちょっとどいてな、倒るな、向こう行くわ。もう一個なんかやらなきゃいけないもんがあるんですけど、それができたら水着が手に入るはず。あ、ごめんなさい。相変わらず、こんなところにバレットさん。さっきなんとかもうおるってチケットもらってよ。うん、俺ももらった。普通から来てみたんだが、町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。あれ、マジ？ん？お前そんなもんに参加してんのか？あれ？景品のアモールカードが欲しい。なるほど。キャラじゃない。俺に任せろ。あ、ちょっと待った。お客さん、その筋の人でしょ？その筋とか言うな。射撃こそ我が人生みたいな。クロートさんはお断りだよ。堅気です。なんだよそれ。だったらでっかく書いとけよ。最初から言えよ。わかんの？後付けるんじゃねえのか？俺がやろう。恥かかせんじゃねえぞ。その筋の人ではないんですけどね。パイレーツランページ。操作、撃つ、照準。いやー、これ Y 軸反転じゃないよな、多分な。トリガーの重さのオン、オフ。撃つのはあれやね、照準スピードの切り替え。15000か。おう、ドカンと決めてやれ。ああ、操作感度さえ問題なければ大丈夫やけど、感度次第。感度が、ああ、そういう感じ。おっしゃー、よくやった。くそ、くそ。それどっち？200。はい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 。どうだ、これで1ラウンドか。なるほど、左スティックでやらなあかんっていうのがすごい違和感感じてはいるんだが、やるじゃない。まだまだ、あ、いっぱいいる。やろう。なんか金色のちっちゃいの持ったよな。くー、ラウンド3。おい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 、カタ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 。はい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 。そんな空振りしてもいいの？おいおい、で、待て、おい、あともうちょっと。連打は大変。800、くっ、連打大変。
はい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 連打隊連打隊あーあああ連打しんどはいはいオッケー一番5000超えたオッケーどうじゃち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 ゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃやったおいおいやったなすげえじゃねえかうんお見事オッケーいやーシャチと応援の息ぴったりうん今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだオッケー俺とお前がピカイチだとようんどうかな笑わしてくれるねお前な素直に喜べよ今さら俺に気取るのも疲れんだろうじゃあ俺は先にビーチへ行くぜ、うん、着替えたらとっとと来いよありがとうでこれもまたあれかい上級とかあるやつってことかいミニゲーム的なあ海賊船ステージしか今はないのか後で何回でもできますよ的なやつってことかなまあでも楽しかったよでもってユフィはどうなんかな探した方がええんかなぐんぐんさっき乗ってたのと違うの乗っていくやつで消えたユフィリゾートウェア交換所どうなんかなユフィ探さなあかんのかなまずは水着見に行った方がいいそれとも先にユフィを探すべきかいだい4000走ったらなんかもらえんねんな確かなウィリーをレンタルしてビュンビュン走り回って景品ゲットしちゃってください今でで 1000m は超えてるけどお客様のウィリー走行距離はおめでとうございますベテランライセンス達成しましたおウィリーの乗り心地はいかがでしょうかうんうんその顔は満足していらっしゃいますねうんどうかな景品をお受け取りくださいオッケー4000走ろうもたらでもまだまだ走らなあかんなおいとりあえずは水着をちょっと手に入れてってみましょうかどこだこうかコースターコースターモールカードとリゾートウェアの交換はこちらですお願いします2枚持ってるけどこれでいいかなアモールカードクラウドをリゾートウェアと交換しますワイルドサーフあなるほどこれと2枚どっかでまた使ったりすんのかなはい OK ウェア更衣室リゾートウェアに着替えるときはコスタデルソルの街中にあるウェア更衣室を利用しましょう更衣室はビーチの近くやシーサイドジョニーの近くなど何か所か設置されています素敵な一日よなるほどこれでここに入りますこれでじゃあティファとかエアリスとかのもお披露目なるからんちょっとん邪魔なもん置いてもうたな目の前にん海を駆け抜けるチョコボのような爽やかさ見える見えにくよりによって邪魔なもん手前に置いてもらおうはい乳首さらけ出していきましょうかじゃあこれでもうクラウドが世界観がなんかみんなの知ってる FF7 がだいぶ印象変わるよねこれで、あ、ここにもあったんだね
来たよ。これで行かしてくれるかい？楽しむ準備はバッチリですね。うん。ビーチに入りますか？はい、お願いします。ユフィ見つけてからの方が良かったんかな。見つかるのかどうかもわからんけど。あれ買って。うん。おなんだあいつら。ああ雰囲気台無しだね。おう、この二人もどうかと思うけどな。クロマントが集まってるらしいな。ああ、なんかしたってわけでもねえのに、ね、FF の世界観が犬コロみたいに追い払おうとしやがる。気味悪。ほら、あっち行けよ。絡むな。こら、何してやがる。あ、怖で、うん、なんもなしか。あれ、帰ってきちゃった。あら、ごめんね。あ、見張りなんか頼んで。全然。あ、ナナキ、あれ止まんない。あっちこっちボロボロ。思い出すな、スラム。エアリスの前ではキャラがさらけ出してんやね、やっぱね。エアリス全然超えちゃうやんけ。エアリス、何か。お、これ何色に見える？透明。透明だ。ずっと白かったの。ああ、白マテリア。少なくともミッドガルにいた頃は。マテリアは凝固したライフストリーム、中身は記憶、知識。フィーラーに取られちゃった。うん、大事なものだったのか。うん、とっても。ビーチへ行くんだろ。ティファを誘って町へ出てみたらどうだ。これからか。だね。うん、オリジナルにはなかったシーンがいっぱいやっぱ追加されてるよね。あれ、まさか。お、エアリスを動かせる。パーティーメンバーが限定された。エアリスでじゃあどうすんだ。おう、ならきこら、こんな感じやったんやね。覗き放題じゃないの。単独行動はやめた方がいい。出かけるならティファを誘う。はい。あれ、こっちやったんや。こっちのシャワーが壊れてたからってことかい。そういうことやね。野郎どもの部屋にバスターソード取れへんわ。そういうことか。オッケー。じゃあとりあえずティファさん来たよ。外行く？準備どうかな。どうです？うん、もうちょっと。お待たせ。街で素敵な服見つけなくちゃね。お、それからビーチ。うん、うん、出発。はコスタでアモール参加中はエアリスかティファのどちらかを操作するかを切り替えることができます。へえ、こういうのを常にできたらいいのにな。どうやって近づいていこうか。先に行ってみる。うい、うん、任せて。ティファさん動かせる。行くぞ。
で、同じようにあれか、水着をゲットする感じなのかな。ディンディン、もう一個取れ。オッケー、行くぞ。さあさあさあ、通りまして、マテリア一丁。トースター。あ、お姉さんたちはこれからビーチへ。同じ感じ。リゾートウェアをお探しならコスタデアモールに参加してみない、またやんの。アモール、コスタでの思い出作りを後押しするゲームイベントなの。ペットと一緒に遊べるゲームもあるのよ。ってことは、楽しそう。ペットじゃないんやけどな。でしょ。じゃあこれ、ペアチケット。77番。ワンちゃんの分もおまけ。今ならそのチケットで7期ダウンワイルドのレースとウィリーでランデム、あとは違うのができんやね。ハッピーテンダーチャレンジとロイヤルコンサートに参加できるわ。はい、素敵な思い出を作っていってね。コースター、コースター、コースター。はあ、なんか面白そう。うん、行ってみよう。これでじゃあさっきのなんかできなかったやつやね。こっちな、んー、なんか多いな。ロイヤルコンサート、なんか増えてない。ハッピーテンダー、やらなあかんこと多いな。とりあえずはこれか。うん、ペットいるよ。本日の優勝商品はなんとコスタ特製スペシャルトロピカルミートです。肉食なのね。さあ、挑戦者はいるかな。やります。食べたいの。やるしかないね。ようこそ元気な赤毛さん。思いっきり走り回っちゃおう。どんなゲーム？ランワイルド、獣たちが熱い戦いを繰り広げるゲーム。サッカー的な。4グループの獣が参加します。ボールを追いかけワイルドに走り回り、敵チームへゴールへボールを叩き込みましょう。ダッシュ、ジャンプ、シュート、ループシュート。クリア条件2位以内、単独1位、目指せ。あー、なるほど、そういうことね。俺のゴールがどれか。チェイ、入った、やったぜ。で、おい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 、今ちゃん、今ちゃん、ボールは1個だけなんやんな。俺のゴールどれ。おい、俺のゴールどれや。レッドチームあれやな、あそこに入れられた中にある。だから、おい、いやー、こら、行くぞチョコボ。うちょいちょい、やめてやめて、危ない。かーか、かーか、よし、これで4-4-4、俺だけ5、今んとこ俺が単独1やろ。おい、下手くそが。ファンタジスタハウンド、何それ、やめてー。おい、ループー、ちょい、ニュー、あ、やべ、やめて、危ねえ。向こうにとりあえず飛ばしといて。おー、こら、おー、こら、手に入れるぞ、こら、ゴールガラキやぞ、こら。でも俺のあれが入れられたらあかんから、あ、ちょっとやめてー。ちょっとやめてー、バカだねー。あ、こら、あいつしばく。あ、で、追ってきた。ブリア、かわいいワンちゃんいるな。ほら、なんでやねん。やめてやめてやめて、ダメよー、ダメよー。しゃ、入った、ラッキーもうやる気ない犬いるぞ、おい。こら、やめて、意外と、あ、くっそ、やべ、
あっち、あっちあっちあっち、そこそこそこ、そう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 、そこ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 、よし、ナイス。3点、やべ、やめとけ、こら、あ、ちょっと、あ、ちょっと、危ね、ふいや、からの、チョコボチームも、チョコボチームもやらなきゃダメだ、せい、クソ、危ないぞ、危ないぞ、攻めてくるぞ、あの犬っころが、あ、ちょっと、やめなさいな、そうそうそう、ナイス、あいつナイス、よっしゃ、2、ういー、ういー、うん、やめとけ、あ、2、3、あとは俺がここを、ま、10秒間守りきれば勝ち、全然全然守っとらへんけ、あいつは、おい、勝ったぜ、バカメガ、ウェイ、ちょっと危なかったやんけ、ゲイ、グッバイ、よかったね、グッバイ、飼い主さんにはアモールカードのプレゼント、はい、また来てね、うん、どう、おいしい、食べてるもん、私史上最高だ、ごちそうさま、うん、なんだ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 、ジョニー、ティファ、あれ、あ、なんやなんや、ん、ジョニーの行方、なんか来たぞ、いやー、なんでしょう、追いかけてった方がいいのか、ユッフィーのあれも気にはなんやけどな、ぐん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 、相変わらずみんな吹っ飛ばしていくやつ、これは多分そうです、すみません、今日の受付はもう締め切っちゃったんですよ、あら、そんな、ティファどうしよう、ティファ、もしかしてミッドガルのスラムの、知ってます、あ、そうだけど、あ、君こそ俺の女神、愛しのマイハニー、何それってジョニー、別に普通じゃないの、ジョニー君から聞いてたのと随分違う、何ミッドガルのキラキラの素敵な女を想像してたんだけど、あら、ディスられてる、なんで私が振られちゃうのかな、あら、ねえ、ちょっと失礼じゃない、ジョニー意外とモテとったやつ、こういうことをよくあるから、何してる、自慢言うね、サボってないで、とっととウィリーを回収してこい、名前も似ててややこしいな、怒鳴らないで、もうみんなして私を見下すんだから、うん、見下しちゃいないだろう、私やめます、急に、ああ、やば、またこの流れか、よくあるんですね、あんたらジェニーの友達だろ、いえ、どうだろう、代わりにウィリーの回収を頼めないかな、回収、わかりました、やります、人がいいにも程がある、ああ、ジョニーにはいろいろ責任感じちゃうんだ、だからジェニーによくすれば少しは罪滅ぼしになるかなって、ああ、まあ自己満足気休めさっさと終わるからね、ウィリーの回収、ウィリーを駐車場に回収しよう、初乗りにウィリーを探して乗り込み、種類ごとの駐車場に入れましょう、赤青黄の3つ、めんどくさ、え、赤青黄の3つをまずは探してこなあかんってことやんな、それが、いや、これじゃないよね、どこにあるかが、どこにあるかヒントとかないの？町中のウィリーを駐車場に入れといてくれよ。なんてめんどくさい。ここに来て徒歩が来るとは。どこにあったっけな。俺が今まで放置してたやつとか、そういうのもある？どうしたどうした。一人でも参加させてもらえないだろうか。ダメだというなら君、君がパートナーになってくれないか。どうしたどうした、そうおっしゃいましても、あ、次のお客様どうぞ、は、
君たち。お偉方のお出迎えの仕事まで時間が空いてしまってね。何やこいつ。観光という名の視察に励んでいた。嘘つけ。そうなんだ。あ、よかったら一緒に回ります？え、いいのかい？いいと思います。いいの？ありがとう。じゃあ私は先に行ってハッピーテンダーを探しておくよ。え、よく分かってない。このカメラで街に隠れている4匹のハッピーテンダーを撮影してくださいね。じゃあハッピーテンダー。ちょっと急に混み合ってきたな。街中に隠れているハッピーテンダーの絵を探して撮影しましょう。あるねこういうのね。カメラを構えると撮影が始まります。ガイドが光ります。了解です。ハッピーテンダーも1個はあれやろ。おい、ここでカメラ構える。これでしょ。 OK、 ズームせなあかんのか。こういうこと。ハッピー、あれ撮影できてねえな。あれ、そういうことじゃないの。なんかうまく、おや、撮影したハッピー、なぜだ。うん、もうちょい引き20。25% になる。こういう感じ。いやいや、撮影した対象はハッピーテンダーではありません。あ、そうなの。え、何それ。ハッピーテンダー、でも数がさ、おや、何が分かんかったやろ。あれが、あっちがハッピーテンダーってこと。うーん、これは 70% にズームを合わせよう。 70% ってことは向こう行かなあかんのか。結構シビアなやつですかこれは。おうおう、この辺が怪しそうだな。ここのあのサボテンダーじゃなくてってことね。で 70% に合わせて、さすがに約 70% でいいよね。ああ、そういうこと。おお、かわいらしい。ドキッとしますね。来んな、お前は来んでいい。あとまだまだ、今さっきのが多分 70% サボテンダーってことやんな。つかの間のバカンス、早く行きたいな。ハッピーテンダー、こっちじゃない。結構大変かも。場所的にはでもそっちの方なんやけどな。もうちょっと、あ、ウィリーのやつも、ウィリー、あ、こういうことか。これをめっちゃめんどくさいよ。おい、これでこうか。はあ、チケットをお持ちの方はロビーへお進みください。でまたこれ乗って、これはこれで向こうに持っていかなあかんから、いい赤色どこやったっけ。あ、ここや。ほい、めっちゃめんどくさいやんけ。あー、この橋あったな。はあ、ちょっとオリジナルをまた思い出しつつ、でハッピーテンダーも探さなあかんし、
めっちゃやることいっぱいやん。ハッピーテンダー。ハッピーテンダー。この辺にいらしいぞ。お？この30%。うん。どこ？近い。近いのは分かってるけど。写真の撮れる場所やろ？ハッピーテンダー。あー、そんなむずいとこに当たりすんのかな。テンダーどこテンダー。写真あった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 。なかなかやるじゃない。30%。 あ、もうちょっと近寄って。うん、あった、見つけた俺は。はい、あれ、はい、 OK、 これで2枚目。ハッピーテンダー。うるせえ。こうして出会いを重ねてお互いの思いを高めていくんですよ。ああ、そうですか。次次行こう。んで、そんなんやりつつもあれも見つけなあかんやろ。ヘリポート。どんな人かしら。あ、ちょっとこっちにジョニー走ってったよな。白衣が素敵なんだって。お姉さんたちは取れる。どんな人かしら。バーニーがおじさまなんでしょ。白衣が素敵なんだって。白衣、北条が来てんのか。ティファ、エアリス、なんでこんなところに。いや、お前が走ってたから。それ、どうしたの。うん、シンラの重役の荷物だ。これからホテルまで運ぶところだ。シンラって、ジョニー、あんなにシンラのこと嫌ってたじゃない。うん、市長の命令さ。この人は俺の恩人だから。ああ、俺はもうごぼう這いずり回るネズミじゃない。どうしたどうした。戻ろっか。そうだね、今のでよかったのか。ジョニーの行方は OK。 ジョニーが乗ってったやつとかがあったりとかするわけでもないのか。普通にヘリやん。はあ、血は誰かいる。なんかできるわけではない。さすがにこっちになんかあったりとかせえへんわな。写真こっちでとかもないもんね。頑張ってこっちの端っこまで来たけど、なんもない。シンラの船がお目見えするだけですね。綺麗なとこやけど。エアリス、お先にどうぞ。あ、エアリスにチェンジだ。はい、行きます。はい、エアリスは見えないな。どこや。こんなにこっちまでは混んでいいんやろうけど。ジョニーはまたどっか行ったんかな。これでユフィが、あ、ユフィのあれどっか行ったな。あの時しかユフィの探すやつできひんかったんかな。それならちょっとやりきりたかった覚えはあるけど、しゃあないな。でもって、コスタデアモール参加者の皆さん、パートナーはもう見つかりましたか。見つかってないです。もっといっぱいあるはずやねんな、あの乗り物。普通に通り過ぎただけ。これは
サイドクエストのボードか。こう思うとまだまだできること多分あるぞ。ね、そろそろ見つかってほしいな。乗り物どっかに乗り捨てられてるのない？ないとなるとこいつらから奪った方が早いんじゃねえみたいな感じだけど、おっこの辺ハッピーテンダー 10% あんまりズームせんでいいやつってことか。じゃあこの辺でまたどこで出てきておくれ。あー危ない。ちょっとティファー頼むぜ。ハッピー、どこだい、どこだい、この辺だろ、この辺なんだろ、この辺なんだろうけど意外とむずいのよ。写真が撮れてかつこのちょっと暗いの見にくいな。ない、あ乗っちゃった。黄色のどっかあったっけ。アイテムのことならお店にお任せ。黄色の片付けるのは黄色片付け、あ黄色いっぱいあるわ。でも黄色の片付ける場所知らない。黄色ウィリーはどこだい。あーでまたこの辺にもハッピーテンダーエリアが急におっさんずっとついてくんな。青色も見つけちゃったわ。青色をまずは片しちゃいましょう。おい歩き疲れる前にウィリーはどうですか。完璧な仕事できる女見られている。のああいうところに惹かれたのね。違うと思うけどな。どこやこの辺で目も開いて 40% ハッピーハッピー、どこすげえ探すの苦労するんだけど。ビビー、二人とも着替えないとリゾート屋に入れません。いや入りたいのも山々ないけど先に見つけなあかんっぽいのよ。40% この辺やんな。意外と見つからんぞ。知らない、ヒントとかないもんな。意外とマジで あれでいいの、まさかそんな。はっ、いいんかいこれで。いやハッピーちゃん、なんか照れますね。あ照れへんわ。もはや君なしの日々は考えられない。毎日でも一緒にいたい。そうですか。そんな風に思えてきましたよ。はい。で赤見つけた、あと黄色がどこにあるかやんな。黄色の駐車場がどっかあったっけ。一旦でも赤は、おい赤がこれで完了。しかも次の人が使いやすいようにって気遣いまで。見えてない。そりゃジョニー君も惚れるわけね。どっから、あそんなところから。ああ黄色どこにある。黄色の駐車場をまだ見かけてない気がするんだが、あとは
写真をあともう一枚撮らなあかんはずなんやけど、 10% でしょ。チケットをお持ちの方はロビーへお進みください。歩き疲れる前に黄色、どうですか？この黄色をかたす場所見つけてないのよな。どっかこっちの方ないな。よろしく取らして。なんか操作むずい。どこや、黄色の駐車場見てねえよな。黄色はあったあったあった、黄色。オッケー、どうぞご覧ください。オッケー、でよし。めっちゃ大変。はい、真心を込めた丁寧な仕事っぷり。お前移動早すぎる。ジョニー君、そりゃ好きになるよね。エアリスやけど。誤解してたな。やってたエアリスですけど。だよ。いい人すぎる。恥ずかしい。私ジョニー君のことは諦める、うん、あなたが素敵すぎて叶いっこないもの。迷惑かけちゃったお詫びにこれ2枚あるから使ってね、うん、ありがとう。待って、アモールカード1枚はあなたが使って。ん、いいのよ。素敵な服に着替えてジョニーとアモールしちゃう。こら、誤解してるみたいだけど、私とジョニーはただの友達だよ。ジョニーとアモールとか変な表現すな。ジョニー君の話と違うの。彼そういうところあるよね。うん、それでね、ジョニーって何かと危なっかしいでしょ。だから彼のことを見ていてくれる人がいれば安心だなって思って。のかい。私にジョニー君を押し付ける気でしょ。喜んでるくせに。違うよ。まあごめん、気にしないで。うん、アモールしてみるね。アモールよろしく。今と話してジョニー君のことが前より分かった気がするし、それに私の気持ちは変わらないもの。じゃあね。はい、よかったのよね、これでね。で、あと写真を1枚撮って、まだ撮ってからもなんかせなあかんことある。あーあった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 。こっちから来たら簡単やったんけ。邪魔、どきなさい。楽しいぞ。よし、 10% もうちょっと後ろ行かなあかん。意外と引いて撮らなあかんね。10、引けない、めんどくせえな。これでギリ OK。 こんな引いていいの。引けました。ハッピーマイハニー。なんだろうか、この寂しい思いは。知らん。仕事にかまけて大切なものを見失っていたのか。でも死んだ魂は簡単に捨てられはしない。うん、そうか、よかったな。私はどうすれば。で、全てのハッピーデンダーを撮影した報告。これでまだでもなんかロイヤルコンサートとかいうのがあんやけど、一旦これでアモールカードがもらえるやつですかな。結構大変でしたわ。できました。はい、おめでとう。ありがとう。君たちのおかげで忘れかけていたアモールを取り戻せた気がする。うん、そうですか。ハッピーテンダーの写真なんだが、私の家族にも送ってやっていいだろうか。どうぞ。妻と娘にもずいぶん苦労をかけていて。もちろん。
家族を元気にするためにもまず私が元気でいないとね。はい、私だが。あ、すみません。私だか。向かいます。さよなら。お疲れ様。お礼ぐらい言うてけよな。これでハッピーテンダーチャレンジは終わりました。やっけどまだなんかロイヤルコンサートなるものがあるから、それやってからってことなんかな。幸せな思い出を作っていってくださいね。はい、水着もらったりがここやんな。コースター、アモールカードとリゾートウェアの交換はこちらです。うん、あ、ティファのカードがまだもう1枚あるっぽいな。よし、じゃあちょっと思ったより時間かかっておりますが、まだカードを見つけたりしつつ、その後ようやくビーチに行けるっぽいので、その辺含めてまた次回プレイしていきたいと思います。思ったよりもミニゲームが多いですわ。それではまた。よろしくどうぞ。